生命の危機みたいなのありました。玄関のところで落ちてきちゃって、うん、あのあるシーンなんですけど、なかなかね、想定してないことも出てくるし、あ、しますね、うわー、うわー、これおー、これは大丈夫ですよ。なんかこう、前置物処理をしていく中での、うん、なんかこう、職業病みたいな、あ、ついこうしてしまうかなんか、はい、住んでる方の、はい、なんていうんですか、なんかどんな人住んでたか習性というかっていうのはまあ見てしまうんですね。わかるものですか。そういう家族がいらっしゃってたとか、はいはいはい、まあ、それこそ右利き、左利きだったり右利き、左利きですか。どうやってわかるんですか。あの椅子の擦れ具合とか、椅子の擦れ具合、床の絨毯の、すごいな、床の絨毯の感じで分かっちゃう、はい、分かるんですね。なんかそういう仕事をしてるがために、はい、なんかそのついつい家で出てしまう、なんかね、ありそうだよね。なんか、うん、あ、まあそうですよね。あの車で走ってて、はい、信号とかで止まって、はい、家とか見るじゃないですか、はいはいはい、うわー、すげえもんなんだろうなと思って、あー、なるほど、外見かな、なんとなく分かるわけですよね。分かるんですね。へー、こう処理するときに、うん、なんかこうイメージだと結構危ないイメージあるんですよ。すごくないですか。なんかこう生命の危機みたいなありました。あ、まあ、ないですね。それはない、ないんですね。あ、あったあったあった、あるんだ。そこそこ大事なところです。そうですよ、生命の危機、ひらめいちゃいました。実はあったわと、あのもう解体予定だったんで、はい、袋とかに服とか全部詰めて、はい、もう2階の階段からボンボンぶん投げたんですよ。はい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 。そしたら壁にどんどんぶつかれていくじゃないですか、はい、そしたら玄関の壁が落ちてきちゃって、うわっ、あのあるシーンなんですけど、えっ、どうなって、うわーってなったんですか。そうです。なんで忘れてたのね。そこそこ大きな出来事なのに、こう処理をしたんで、はい、全員さんとこうトラブルになったみたいな、お仕事上のトラブルがあるんでしょうね、きっと。私はあのなんか2番の物件ですかね、はい、あのその物件欲しいといった、はいはいはい、ありましたね、はい、いつもの中にありましたけど、はいはい、まあ、最初に行った現場の初日から、はい、車の写真を撮られ、はい、怖っ怖っ怖っ、車も反対車線に止めたり、はい、自分のトラックから2,30 メートル後ろに止めたりしてて、はい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 、ずっと監視してた、監視して、はい、あ、何を出してるんだ、押さえてるんです、見てるわけですね。うわー、確かこれは嫌ですよ、仕事してて。あ、そうですね、気持ち悪かったですね。そうですね。あとは数千冊のノートですかね。数千冊のノート、はい、中を、うん、確認されたんですか。はい、どんなこと、スケッチです。スケッチ、はい、人体の、まあ、部位ごとの、やば、部位です、部位、部位、部位です、ね、例えばどこどこの部位が、まあ、何センチとか、はいはい、この寸法を測ってるというか、まあ、ピッピッって書いてあって、はい、何ミリとか、はい、何センチとか、大きさを書くっていうことは別に人間統一されてるわけじゃないじゃん。そうです、そうです、人によって個体差があるわけでしょ。そうです、だからこの人はこの大きさ、はい、この人はこうだったってことの記録でしょ、はい、ってこと、要はこれって、はい、そうですね。大丈夫なのかな、これ。いや、アウトですよね。まだ何も見つかってませんから。やべえんだよな。すっごい内容っすね、これ。すごい。ビデオデッキも何千本、あ、カセットテープ、カセットテープ、 VHS、 うわうわうわ、で、確認したらこれは何が、いやこれはちょっと言えない、言えない、言えない、あんだけ言うてきた人たちが、はい、言えない、言えない、これ言うと般若がまた夜そこかぶせてくるから想像にお任せしますと、はい、ということで、今情報が入りましたよ、はい、皆さん、金庫開きました。下の方行きましょう、はい、はい、お、行ってきますので、金庫楽しみにしててください。はい、お願いします。僕開けたくないんで。そうですよね。壊れそうですよ。
これがそのヒントですね。あと番号合わせれば開くんですけど。うわ、おお、これもあの中を最初に確認するのはやっぱり私ですか。それはそうですそうですそれはそうですよ絶対それはそうですよそうですか、はい、そうですよ。ちょっと何かあったら一旦止めますね。そうですね。確かにこれそうですね。何があるか本当にわからないですから。じゃあ合わせた状態で。はい、わかりました。うわー、怖い。多分開くと思います。うわー、これガチッとやったらもう開くんですね。もうこれガチッとやったら開くはずです。じゃあちょっとスタンバイしていただいて、ちょっとだけ離れましょう。ちょっと離れよう。はい、ちょっとだいぶ離れた。え、じゃあ行きますよ。え、もう行っちゃうんですか。ちょっと待ってください、そうやって言われるといいんですか、あっさりと。え、行きますよ。下げますよ。はい、開けます。開いてます、ちゃんと。怖い。あ、見てる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 、今見てる。ちょっと一回戦。結構スッて今。ちょっと待ってください。え、大丈夫なんです？もう一つ扉っていうか鍵がありますね。え、引き出しみたいなものが。あ、開いた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 。あ、これは。あ、それか。これかかってますか鍵？これかかってますね。あのタイプの鍵ってすぐ開けれます。多分うまくいけば。ちょっと開けてみます。あそこに本当の秘密が、はい、いやそうなんです、二段構えだったんですよ。あ、鍵かかってますね。あ、そうなんだ。こじ開けますか。開けます。テコの原理ですか。多分マイナスドアでバッてやったら多分ここがぐしゃってなったと思います。ちょっと見ます近くで。いやー、これ隙間が微妙にあるんで、なんか入ってそうですか。なんだろう、わかんないよね、やっぱ外観だけだと何とも。おお、あ、開いたよね。開きましたね。開きました。じゃあこれ引き出せばもう、引き出せば、はい、そうですね。じゃあ、ソンさん、ついに来ましたよ。ソンさん、こっちに逃げてください、ソンさん。逃げましょう。ソンさん、逃げてください。まだ事故物件認定されてませんので。やばいじゃん。ギリギリまで開けますよ。はい、いいですか。確認してください。お願いします。いいですか。はい、お願いします。ホコリ一つ入ってません。辛い。マジっすか。何もないですか。これ外せたりしませんか。何もないです。何もない。なるほど、ね、よかったのかな。よかったですね。そうですよね。これでこれでよかったんですよ。これ丸ごと使えなくなる可能性があったんですか。そうだそうそうです。ありがとうございました。一番面白かったね。一番面白いの。ありがとうございます。いやちょっとね、はい、嬉しいやら残念やらですけど、いやこれね、でもね、実はですね、その現場に、はい、他にもちょっとそこにあった残置物っていうのを持ってきてますんで。実際そこにあったあったものです。はー、見てみたいですか。いや、ちょっと待ってくださいよ。見に来いよの言い方やもんな。見に行きましょう。行くよ。行きましょう。いですか。見ますか。はい、はい、ちょっとまあこれなんですけどね。はい、あ、はい、これは宝石貴金属です、ね。ああ、なるほど。ちなみに、はい、お住まいになられた方は男性です、はい、なんで、ね、高齢の男性です。なんで真珠のネックレス、ね、女性でしょ。これまた指輪です。なんで指輪があるんだろう。高齢の男性が一人暮らし。こっから先はですね、はい、50円玉、100円玉の束身です。すげえ貯めてるのよ。ちょっと、これは何でしょう。なんかわ、現状にビニールでなんか、これ大丈夫なんですか。何重かになってます。ビッと締められてます。大丈夫なんですか。大丈夫。もう確認されてるんですか。
すいません。捨てないんか。捨てないんか。ちょっと香りがしますけど。どのような香りですか。これはこの世の香りじゃないです、ね。この世の香りじゃないんですよ。何が入ってるんですかこれ。一円玉の束ですね、これ。びっくりした。多いなぁ。一円玉か、はい。ほとんど小銭です。小銭。これ、ちょっと血痕のついた小銭です。これはだから、まあ、一応しかるべきところに、はいはい、持ち込んでみようかなと。なるほど、なるほど。思ってます。わあすごいなあ。こういう時どういう顔したらいいんだろう。分からん。はい、ということで今回は超ヤバい産地物の話から開かずの金庫の中身まで放送ギリギリのネタがてんこ盛りでしたけども、いやなんかこれ どうなんですかね。なんかこのトータルで自分の中ですごい心にモヤモヤっていう産地物が残ってしまいまして、これを払拭するのがね、なんかちょっとへこんだもん。なんかね、なんか重かったな話がいろいろと。重いね、ヘビーな感じがすごくしましたね。はい、皆さんも貴重なお話今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、富澤さん、はい、また事故物件やばい産地物の会があったら呼んでください。今回もちょっとだけオカルトの話になりましたけど、それだけね、基本的にはこの番組はお得でためになる、はい、不動産投資の話を紹介してる番組です。なるほど、はい、基本的にそういうチャンネルですもんね、はい、いろんな側面があってるんですね、番組の中で、ね、はい、皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。